よく人は夢が必要ですよっていうのを聞いたことあると思うんだけど、なぜ人は夢が必要なんでしょうか。それを考えた人はいますか。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。収入を増やすとっておきの方法があります。それは仕事を面白くやること。仕事を面白いと思ってやれば、自然に収入は増えていきます。ひとりさんが言うには、仕事とは本来面白いもの。法則の通りにやっていれば、仕事に飽きることはありません。どうしても欲しいものがあってそれを手に入れたり、大好きな趣味があったとしても、しばらくすればそれに飽きてしまいます。あんなに欲しいと思った恋人さえ、時間が経てば色あせてしまうのです。それに対して飽きるどころか、やればやるほど面白くなるのが仕事です。そして仕事が面白くなれば、それに準じて収入もどんどん増えていきます。しかし、今の仕事が面白くなかったり、自分の仕事に飽きているという人もいるでしょう。今回は、面白く仕事をして飽きることなく収入を増やす方法についてのお話です。目の前の仕事を面白くして収入を増やしたい方は、ぜひ最後まで聞いて、今日からの生活に役立ててください。よく人は夢が必要ですよっていうのを聞いたことあると思うんだけど、なぜ人は夢が必要なんでしょうか。それを考えた人はいますか。実は若い人は夢持たなきゃダメだよとか、あんたなんか夢あるとかって言いますよね。例えば、自分はニューヨーク行って、家事の人だったらニューヨーク行ってレッスンしたいんだ。それも夢だよね。で、夢を持っちゃいけないって言ってんじゃないんだよ。ところがよく考えてみると、本当に幸せな人、本当に幸せな人に、あなたの今の夢は、実は夢はないの。夢が欲しくて夢を語ってる人って、大体今不幸な人が多いの。ね。そうすると、ああ、夢って、本当は今から逃れたいんだかもわからない。ね。で、夢のことはどうでもいいんだよ。夢があっちゃいけないって言ってんじゃないのね。何でもちょっと深く追求してみて、いろんなことが分かってくる。うん。彼氏が欲しい。車が欲しい。ハンドバッグが欲しい。彼氏っていうのは、もしかすると物かもわからない。ね。だから、ハンドバッグを手に入れて、わーって喜んで、せいぜい1ヶ月か、1ヶ月経たないの、10日ぐらい。でも彼氏ができて、わーって嬉しいって言うけど、外見的なもんって大して嬉しくないの。しばらくすると飽きるの。ところが、向上。人間が向上することは飽きない。だ、仕事でも、遊びってね、自由奔放に、ね、スキーでも何でもそうなんだよ。毎日ね、3ヶ月か100日ぐらい行くとね、大体飽きてくる。ね、で、仕事って飽きないの。で、なぜ仕事が飽きないかっていうと、仕事を、ひたすら一生懸命やってくると面白くなってくる。だ、仕事が面白くないんですっていう人がいたら、実は一生懸命やってないの。で、一生懸命やると面白くなるというのが仕事の性質なの。ね。でも、急に面白くなるって言われても、なんだかよくわかんないと思うんで、面白くなるコツね。コツを教えてあげるからね。で、一番わかりやすい例で、例えば、ラーメン屋さんだとする。で、一番仕事ね、一番この店見ててこの店ダメだっていうのが、例えば、一人でできそうなのに二人いる。二人でできるのに四人いる。ちょっと、一人でできるのになぜ二人いるんですかって言ったら、混んだ時に、一時期混む時期ってのがあるの。で、混んだ時に困るからと言って人を一人雇う。ね。ところが、
混んだ時に自分一人でやるんだっていうことになって、中でカウンターやってるとする。そうすると、お水がお客に出せないからと。言うと、お水、セルフサービスで、お水をどうぞとかって書いて、お水はセルフサービスになってます。紙の書き方で、アキンドの腕がわかる。例えば、この水はなんとかかんとかですごく冷たくて美味しい水です。何杯でもご自由にお召し上がりくださいとか、絶対美味しい水ですから、とか、体にいいなんとかの水ですとかって言ったとすれば、相手と、お、そうか、親切だなとか、いい店だなと思うんだよね。だから、張り紙一つで感じ悪いと思われるかどうか。ね。それと、カウンターの中で自分がお蕎麦屋さんでお蕎麦作ってて、相手に入って渡すときに、お盆かなんかに入れてあげて、はい、お客さんどうぞできましたよって言えば、お客は、はい、そうですかと取りに来てくれるのかわかんない。ね。その時に、洗いながら、必ず一言かける。初めてのお客さんの、お客さん、近所ですかとか、そんな遠くから来てくれたの、で、なんか用事でもあったんですかって手を動かしながら口を動かすの。と、二人前働いてくるぞ。いや、一年に一回ぐらいこっちへ来るんだよ。ああ、そうですか。じゃあ来年でもまた寄ってくださいね。って言えばいいんだよ。一年ぐらいすぐ経つんだから。ね。例えば、まあ、かおるちゃんとか、まあね、ともこちゃんでも何でもいいや。なんか、女の人かなんかいるとしたら、いや、最近一週間以上来ないから心配してたんだよ。どうしたのとか。この一言なの。そうすると、ラーメン屋が2軒浮かんだ時に、もうしばらく来ないから心配してたんだよとかって言ってくれたところに、どうせだったら行こうって気になるの。だから、正直言うと、味なんかまずくなきゃいいの。それを味ばっかし研究してて、顔とか笑顔とか、その一言を研究してないんだよ。それより、こうやって一人で働きながらでも、あ、しばらくだね、なんとかちゃんしばらく来ないから心配してたよとか、お客さんしばらくぶりですね、とか。たったこの一言なの。で、この一言をかけるかどうかで来るんだよ。そうすると、自分が、普通だと、もう一人雇わなきゃなんね。一人15万だとすると、1年間で180万給料払うんだよ。その180万が貯金として残るか、180万出てくかなんだよ。で、一人で2人前働くとどうなるかっていうと、ね、どうしても忙しくなっちゃって、もう一人雇おうって言った時には、必ず、二人で4人前の仕事ができるんだよ。ね。だから、企業なんていうのは、時給900円だとすると、10時から来てね、とかって言うけど、10時から来るとこは9時から来てって言えばいいんだよ。たったあと900円余分に出すんだよ。で、店の掃除屋なんか手伝いながら、うちの会社はね、笑顔なんだよ。ね。それから、お客さんに一言こんなことかけてって。もしそれを言えるようになったら、もう起業家なんだよ。そうすると、その人間は企業だから相手にも声かけて、こうやってって楽しくてしょうがないんだよ。だから、自分が2人前働いて、2人だったら4人前働く会社で、それをみんなで楽しみにできればいい。たったそれだけができれば、商売なんか繁盛するんだよ。ね。で、大きくなってきたら、じゃあ社長の俺がもう一回出てくから、今度、お前店長でここ任せるよって言った時、今まで笑顔でやってたんだから、笑顔にやるに決まってんだよ。その時、たった一個、ゲームを作っといてあげる。ラーメン屋で5万円行ったら、うちの会社、だいたい5万円行きゃお入りなんだとすると、1ヶ月に、25日は5万円行きましょうとかっていうゲームをする。そうすればゲームになってるとやってるんだよ。その時下手な経営者っていうのは内輪でゲームをやる。それを表にね、ね、お客さんが喜んでくれたゲームとか、ね、何なのってそれをずーっと 1,2,3,4 ってもう31日まで数字書いて行った時に赤いバラかなんか飾っていくとお客が興味を引くようにね、マスターあれ何とかっつったら、いやうち5万円まで行くとお客さんが喜んで来てくれる証だから、大入りが出るんで100円ですよって、少なきゃ少ないほどいいんだよ。
そう、お客を巻き込まなきゃいけないんだよ。で、お客さんも、来てね、とか、もうじき日本で一番になるから、2軒しかなくたって一番なんだから、もうじき日本一になれるかわかんないからね、うち今、向こうと戦ってんだよ、とか、って言うと、お、そうか、じゃあ来るよ、とかって、人間ってのはそういうもんなんだよ。ね。で、今月の終わりで、いや、今月は目標達成したよ、とかって言ったとき、面白いもんで、31日に結果が出たとしたら、1日になると、おかげさまでうちは勝てましたからね、と。で、31日に来た人に、大入り袋に入れて、これ縁起物ですかって、5円しか入ってなくたって、5円のものずっと袋配っただけで、おお、そうかいって、よかったね、とかって、これ気持ちですからってなるんだよ。で、それは1日にしか配らないよってことにしとくと、1日はそういうもんだと思うんだよ。ところが、いつも来てたくれた人に、ね、あ、鈴木さん、この前の、あれ、おかげさまで行ったから、鈴木さんでも取っといたからねって、配ると、たとえ5円でも嬉しいんだよ。500円ぐらいに感じんだよ。それは、やたらめたらなんていうの、そういうことないと、値下げばっかりすること考えてるけど、月に5円値下げしたからってお客って喜ばないよって。だから、お客が喜んでくれるんだよ。で、従業員が倍働けばいいんだよ。ってことは、従業員が3人になった時は6人分働いてることになるんだよ。だから起業家って何ですかって言ったら、自分が倍働いてお客に感じよくて、それを従業員にもあんたたちもそうしなさいって教育ができたら起業家なんだよ。だから張り紙を 見たらどのぐらいの腕かわかる。従業員の顔見たら経営者がどのぐらいの腕かわかるんだよ。ちょっと、あ、これはせいぜいなんていうの何百万しかお金貯められない経営者だな。この人は何千万だな、何億だなって。だとそれが分かるだけなの。だから、張り紙一枚見たら経営者の腕って分かる。で、一番いけないのは、社長が倍働かない人なの。で、倍働いてないから、ね、忙しくなったら時のため考えて。忙しくなって、なるのは当たり前なの。それをお給料払ってっていうぐらいの人だから、教育もできないの。たったこれだけのことなの。で、そんなに難しいことではないんだよ。ね、だから今言ったことをこんな簡単な話なんだけど、簡単な話でも100回聞かなきゃいけないの。で、簡単な話だからってこっちから聞いてこっちに抜かしちゃったらダメだけど、100回も聞くと1回聞くとね、100分の1ぐらい頭に残る。で、100回聞きゃ1回分ぐらい残る。うん。だから商売ってそんなもんで、お水一つセルフサービスにするって言っても、この書き方なの。ね。そうすると面白いもんだけど、一生懸命こうやって働いてると、中には、ね。お客さんの文句だから手伝ってくれるやつが出てくる。何十人かに一人は、あいよってことで片付けてくれる人が出てくる。で、そういう人の中の何人かに一人は、見かねて中で洗い物手伝ってくれる人がいる。本当にいるの。そうすると、そういう人に、あんたうちで働かないとかって言った時、喜んで働くようになって、それが自然の形で増えてくる。ね、だから、人なんてそういう形で自然に集まるの。だから、自分が、倍働き、倍人に気を使えばいいの。ね。だから、洗い物しながら人を声かけるの。だから、洗い物熱中しちゃってると声がかけられない。ダメなの。それじゃ普通の人なの。ね、洗い物しながら、手はもう慣れてんだから動くの。で、目も動かして口も動かすの。で、そんなにやったら大変じゃないですか。楽しいの。洗い物ずっとやったら、洗い物人間なんだよ。それより、あ、鈴木さん今日も元気そうですね、とか来てくんないと寂しいですよ。ってよっぽど楽しいんだよ。黙々と洗ったら皿洗いで人生って生きてんじゃないよ。あんたの顔見たいって。あんたと一声かけながら物食べたい。ね、お疲れさんでした。どうしたのとか。手を動かしながら口も動かしたら人生むちゃくちゃ楽しいんだよ。ね。だから、せっかく楽しいことだよ。で、そこまでやれば仕事って面白いんだよ。で、いや、私は使われてる身だから、使われててもこれ聞いてた人がいたら一生懸命やんな。そしたら、あんたのこと会社でもみんなが大事にしてくれるし、あんたが独立したとき、応援してくれるっていうのもいっぱいいるし、ね。そこにこう繁盛するよっていうの。働いてる間はね、適当に働いてて自分がお店やったときだけ、ね。
うまく繁盛させたらできないよ。何でも練習ってなんだよ。ね。だから自分がやるときより、なんだろう、使われてるときより以上にやるじゃん。教習所だってそうでしょって免許取りに立って、実際には もっと外走る何倍ぐらいの気使って全部技術を覚えてそれで外で運転できるんだよ。ね。中に働、習ってるときいい加減になって表出てったら、車では事故起こすよ。それと同じように、使われて働いてるときいい加減で働いてた人間が、自分で商売やって、やったら事故起こすよ。潰すよ。ね。だからそのことも、100回聞けばわかると思うの。だから楽しみながらこれ100回聞いてくれると、仕事ってそんなことか。それと、頭の中で、蕎麦屋の話してると、うち蕎麦屋じゃないんですか、私サラリーマンです、言っちゃダメだよ。何でも聞いたら、どうやってアレンジして応用しようかってこと考えなきゃダメだよ。ね。そんなこと言ったら職業別に合わせて全部同じ話しなきゃなんねんだから。わかるかい？だからそのこと頭しっかり入れてね、聞いてくださいね。100回聞きはね、1回分ぐらい残るよっていうことです。どうも。はい、追伸です。今のね、ポップ書きの見てみるとね、その人の腕がわかるっていう話したんだけど、結局、ポップ書きの下手な人ってのお店ってのを見てみると、お店の要望ばっかり言って客が楽しくならないんだよね。それから、すごく下手なの。で、これが上手くなるコツっていうのがあって、例えば同じ質問。再開、例えば、社会劇のテープとかってあるんだけど、同じ質問を100人から受けるとするんだよね。それを1日1人ずつ受けてて話してると、実はあんまり上手くならない。ところが、1日10人ずつに質問を受けると、10日で100人分受けることになる。で、本当は1日20人ずつ受けると、100人分5日で受けることになる。そうすると、それを最初からポップに書こうじゃダメなの。まず人間が一生懸命説明してみる。そう、説明の仕方が上手くなって、相手が何を聞いてくるか、それに対する自分の説明が上手くなる。相手が何を聞きたがってるかもよくわかんないうちに、ポップを書いて、紙で済まそうっていう気持ちが怠け心なの。そうすると相手の聞きたいことがよくわかって、自分の説明を見事に説明ができるようになったとき、初めてその言葉を書くの。ね。だから自分がやりたくないから、話すのがめんどくさいから紙で済まそうっていうのとは全然違うんだよ。もうその考え自体がもう失格なの。ね。そうすると、相手の人には、こういうふうに書いて、相手はこういう質問していくか、これに対する一番感じのいい答えはこれなんだって分かった時に初めて書く。で、紙に書いたから全部済むと思っちゃいけないの。紙に書いてもそれを読んで必ず人は質問するの。短くなるよ、質問。なぜかというと、物を知りたいのと同時に、あなたと喋りたいの。で、紙を見といて、もう何の質問も出ないとしたら、俺の書いた紙は最高なんだじゃないの。あんたがブスッとしてるか、口聞くのを嫌な顔をしてるから人が質問しないの。その人が感じよかったら、あ、これこういうことなんだ。例えば、え、じゃあ100回聞いたら何があるの？例えば、一人さんがずっと集まってくれて、一人会みたいのしてくれるの？とかって言って、いや、一人さんすごい忙しいからさ、なんつうの？いいテレビができたら、また回してくれるか、そのうちなんか、社会劇終わった人たちだけでパーティーやろうよとかってなんかあるかわかんないけど、ともかく忙しいし、ただだからさ、とか。楽しい会話をしたいの。で、紙見たら質問が出ないんで、いい紙じゃないんだよ。人は口を聞きたいの。ね。だから、より素晴らしい会話をするために、概略は分かってほしい。そのために書くんで、口を聞くのが嫌だとか、めんどくさいからやることじゃないんだよ。もうめんどくさいなんていうこと自体に愛がないの。めんどくさいって、もしお客のことをめんどくさいと思うんだったら、客もあんたと会うのめんどくさいと思われたとき、企業とも仕事もなくなるんだよ。
そういう愛のないことを思っちゃいけないし、言っちゃいけないの。だから、まず自分がやってみる。で、いきなり神加工じゃないの。まず自分が言ってみて。ね、だからさっきのセルフサービスのお店でもそうなんだけど、カウンターで自分の中が出れないとしたら、お客さん申し訳ありません。お水セルフなんだけど、うちの水ものすごく美味しいんですよって、最高の水使ってますから、ちょっと飲んでくださいとかって、そういうことをまず口で言ってみるの。何を言ったら一番受けるかを、まずきちっと集約して、それから紙書くんだよ。ね。だから、その違いが、えらい違いなの。わかりますか？なんか、追伸が多くて聞きづらくてごめんなさい。感謝してます。私たちの欲求はとどまることがありませんから、次々に欲しいものが現れます。車や家、他にも恋人が欲しいとか、旅行に行きたいという思いもあります。それらはすべて手に入れるまではワクワクしますが、実際に手に入れてしばらくすると飽きてしまい、また次の何かが欲しくなります。大好きだと思った趣味でも、何ヶ月の間か毎日そればかりやれば、飽きるどころか嫌になることだってあり得ます。私たちは基本的に飽き性なのですが、飽きることのないものもあります。それは自分が向上すること。仕事で向上することに私たちは飽きることはありません。もし今の仕事が面白くないとか、すでに飽きてしまっているというなら、残念ながらそれは仕事に一生懸命取り組んでいないからです。仕事というのは一生懸命にやれば面白くなるようにできています。そして一生懸命にやっていれば、当然その成果がついてきますから、収入も上がっていきます。仕事を面白く一生懸命にやっている人を見て、その人は自分に合った仕事を見つけて羨ましいと思うかもしれません。ですがそれは違います。仕事との相性や仕事の内容ではなく、仕事に取り組む考え方次第で、どんな仕事でも面白くすることができます。仕事の面白さは工夫することにあります。忙しくて人手が足りないとしたら、新しく人を募集するのではなく、自分が二人分働く工夫をしてください。例えばお店をやっていて、食べ終わったお皿を片付ける人が足らなくて、セルフサービスにしたとします。そこで一工夫して、お皿を戻してくれるお客様に、皿洗いしながら一声かけるようにするのです。ちょっとした挨拶や来てくれたことへのお礼、ねぎらいの言葉をかければ、お客様の気分も良くなります。そしてまたこの店に来たいと思ってもらえます。同じくセルフサービスで、お水を自分で持って行ってもらいたいなら、貼り紙に工夫ができます。お水は自分でお取りくださいと書かれていると、不親切な感じがします。そこで美味しい天然水ですから、お好きなだけご自由にお飲みくださいと書かれていれば、親切なお店だとお客様は思います。何をするにも相手の立場に立って、お客様が何を必要としているのかを考えて先回りするのが工夫です。それをやって売り上げが良くなると仕事が面白くなり、もっと次の工夫がしたくなります。サラリーマンだとしても同じ。営業の仕事なら、お客様のニーズを汲み取って、それに応える工夫をしてください。会社の中でも、同僚や上司が何を求めてどう動くのがいいかを考えながら常に仕事をしていると、あなたはその会社でかけがえのない人になります。会社に必要な人になれば、自然にそこで出世しますし、それに伴って収入も上がります。会社が面白くないから独立したとします。しかしサラリーマンとしていい加減にしか仕事をしていない人が独立して急にうまくいくことはないのです。仕事を面白くしたり収入を上げるための工夫とは新しい仕事を見つけることではありません。今ある仕事に工夫を加えて面白くするのです。それができなければどこに行っても面白い仕事になど出会うことはありません。そして自ら率先して工夫し面白く働くことで他の従業員の気持ちも変わります。上手な働き方を教えてあげれば、それに従って他の人も工夫して行動するようになります。そうなれば、その会社やお店は少ない人で大きな売り上げを上げられるので、収入はどんどん良くなります。
これはどんな仕事にも当てはまる法則で、専業主婦の仕事であっても同じです。主婦のちょっとした工夫が夫のやる気を刺激して収入アップにつながります。もっと収入が欲しいとか、面白いと思える仕事がしたいとか、人にはいろんな夢があります。ですが本当に幸せな人に夢はないそうです。本当に幸せな人は今に満足していて、そこで一生懸命に生きていますから、わざわざ夢を持つことはありません。夢を持つことは決して悪いことではありませんが、今から逃れたくて夢を語る人は、現状が不幸なのかもしれないのです。収入を上げて成功し幸せでいたいなら、愛を持って目の前の仕事に取り組んでください。どんなことからでも構わないので、まずはやってみることが大切です。その一歩が次の一歩につながります。毎日を一生懸命に工夫して面白く生きましょう。そしてみんなで豊かに幸せに過ごし続けたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。